青森から車で3時間、北上までやってまいりました。高橋さん、なぜ私、この北上までやってきたかと申しますと、高橋さん、私、高橋さんのことが大好きなんです。なぜ大好きになったか。それは、青森に、高橋さんですね、青森県議会議員選挙の時、なんと5日間もですね、9日の選挙期間のうち5日間も、ご自分の、もう都合、お忙しい中を押して、そして、もう手弁当で来てくださったんです。そして、政治家とは何か、その政治家のあるべき姿、高橋さん、まさにこの、岩手県人、そして東北人、日本人の鏡のような方です。言葉の数は多くない。決して、私たちに、こうするんだよ、ああするんだよ、と教えたわけではないんです。けれども、その背中、支援者の方がいたら、私たちよりも早く駆け寄っていって、ありがとうございます。よろしくお願いします。と、握手をして、力強く握手をされて、そして、誰よりも力強く手を振って、大きな声で手を振り返してくれる市民の方がいましたら、ありがとうございます。と、大きな声でご挨拶をされていました。その姿に、政治家のあるべき姿を見ました。そして高橋さん、野党第一党、離党されて、今、この選挙戦、岩手県議会議員選挙、高橋はじめさん戦っております。これ誰にもできることではありません。大きな党にいれば、その支援も得られる。当選も確実にできるかもしれない。けれどもそうじゃない。そこにいては、市民一人、お一人の声が拾えない。ご自分の政治の信条である。例えば、若い方、最近非正規労働の方が増えてる。若い方だけじゃない。そういった方の所得を上げる生活をしっかりと守っていく。そして、衣食同源、ご家族の、お亡くされた悲しい経験から、ありがとうございます。頑張ります。そのご経験から、衣食同源の、岩手県民のみんなの健康づくり、こういった、まさに、岩手県民お一人お一人、私たち一人一人が求めている政策、これを実現していくために、自分の政治信条、そして、市民の、私たち一人一人の、国民一人一人の、岩手県民の皆さん一人一人のお声を県議会に届けたい。その思いで、立候補されています。ぜひ、岩手県議会議員候補、高橋はじめさんに、北上市民の、あなたの一票をどうか託してください。高橋さん、本当に若い方の味方になって考えてくれる方です。若い方の、所得を上げるにはどうするか、若い方が何に困っているか、本当に真剣に考えられています。そしてそうした政策実行できるのは、やっぱりしがらみのない、そして自分の政治信条に基づいてしっかりと信念を持って行動される政治家の方、高橋はじめさんです。岩手県議会議員候補、高橋はじめさんしかいない。これは言葉だけで私言ってるんじゃありません。同じ党だから応援してるんじゃない。私も今日手弁当で北上まで参りました。そうやって思わせる。ぜひ、本当に心から、岩手県議会5期目に高橋はじめさんを北上の市民のあなたに押し上げていただきたい。そう思う。心からそう思う。魅力が高橋はじめさんにはあります。私も去年の10月に初めて市議会議員になりました。政治の経験浅いです。まだ1年経たない、約1年です。けれども、やっぱり政治家に必要な資質、少しずつ見えてきました。高橋はじめさんの実直で、勤勉で、正直な背中から学ばせていただくこともたくさんありました。何よりまず、政治、自分の高橋はじめさんの政治信条を皆さんに分かっていただくためには何が必要か。やっぱり人柄ですよ。人柄。青森に来られて、背中で見せてくださった。それは普段から高橋はじめさんが、この北上市でやられていることだと思います。その姿勢は市民の皆さんがよくご存知のはずです。この実直で勤勉で、そして正直、働き者、そうした高橋はじめさん、岩手県民の鏡、まさに日本人の心がここにあるというお方だと思います。ぜひ5期目の当選に向けて、皆様のお力添えをいただきたい。期日前投票も始まっております。投票日にはぜひ、高橋はじめと投票用紙に書いていただくように
どうぞよろしくお願いいたします。高橋さん、本当に若い世代のことを考えていらっしゃいます。若い世代、そして子育てをされている方、子供たちの未来、子供や孫の世代にということで立候補されています。ご自分の私利私欲じゃない。私利私欲、自分のためだったら、どうして遠い青森まで新幹線で来て何泊もしてご自分のお金で何泊もして応援しますか？それは若い私たちが青森のために頑張ってる政治家を、政治を志して頑張ってる若い人たちがいるから応援しようと、そういう高橋さんの志です。岩手県議会でも同じようにこの北上に住む若い方、私のような若い世代、子育て世代の方のためになるような政策、これを実現しようと一生懸命これまでも頑張ってこられました。そしてそれはこれからも変わりません。私たちのような世代が安心して暮らしていくためには、やっぱり高橋はじめさんのような素晴らしい先輩の助けが必要です。ぜひ高橋はじめと岩手県議会議員の投票用紙には期日前投票、そして当日投票でも高橋はじめとぜひ書いていただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。それでは高橋はじめさん、よろしくお願いいたします。高橋はじめ、高橋はじめでございます。私は今現在4期16年間県議会議員を務めさせていただきました。この間皆様方には意に用に大変多くのご支持ご支援を賜りました。心より感謝と御礼を申し上げます。ありがとうございます。そしてまた今は青森、遠い青森市から木村淳二市議会議員、新進気鋭の市議会議員が私の応援に駆けつけていただきました。本当に感謝申し上げます。木村議員も本当は国家公務員をやっておられた方でありました。しかしながら今の青森市、そしてまた青森県、そういったところを考え、未来を考え、今の様々な環境を考え、今のこの時点で行政の議員として、市民の代表として、政治の中で様々な声を生かしていきたい、そんな思いで立候補していただいて、最近昨年の10月見事に初陣を語り、大変素晴らしい成績で当選をされました。こんな若い世代が政治に関心を持ち、そして選挙に打って出て政治の場で活躍していただける、これは本当にありがたいことで、東北の宝とこのようにも思っている所存でございます。どうかぜひ木村さんに続けと、若い世代がどんどんこれからも各都道府県議会議員だけではなくて、市町村会議員にもどん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 挑戦をさせていただき、そして議員として活動していただければと、このように願っているところでございます。